中継強氏は中華民国の政治家。早期から革命派として主にキューバで活動し、中国国民党では家教との連携事務を担当した。字は格安。早くから孫文に追随し、南洋や北米を遊説して家教に対する革命、宣伝を行った。1916年、キューバに渡り、翌年、国民党キューバ支部の中で、 地区担当部長を務めた。1919年、中国国民党キューバ支部評議部部長に就任している。1921年、キューバ民政日報党ごと、さらに国民党キューバ支部長、全キューバ華協外交共振総会議長となった。1924年、国民党の会祖とともに、キューバ総支部常務院兼組織部部長に就任している。 帰国後の1926年9月、公衆国民政府において、共通都務委員会委員に任ぜられた。翌年9月、党中央海外部主任委員となる。この頃、北伐を進めていた国民革命軍においても、総司令部経理所党代表を務めた。1928年2月、国民党第2期中央執行委員に選出され、同年9月には、 南京の国民政府で、京都都務委員会常務委員に任ぜられている。なお、国民党中央執行委員には、この後第6期まで連続して選出された。1929年3月、国軍編使委員会中央編使区委員に任ぜられる。1931年8月、京都務委員会副委員長に任ぜられ、12月、 中央東部海外党務委員会主任委員となった。1935年12月、中央東部海外党務計画委員会主任委員となり、1938年、中央東部海外部副部長に任ぜられている。国民政府早々期から日中戦争終結後に至るまで、周慶剛氏は、華京との連携事務につき要職を担当し続けた。 1947年5月に、今日務委員会副委員長を免税られてからの週、慶剛氏の詳細な活動は不明であるが、1951年に死去した。去年63。ありがとうございます。